はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、こちら、ゲームの SF メモリというね、カゼットの、まあ、書き換えできた、ゲームなんですけれども、それをですね、駿河屋さんでいろいろ、3つ買ってきたんですよ。で、その中に、3000円で買ってきたのが、トラキア776入りって書いてあるやつを、これ箱と、説明書。これ入ってんのが、まあ、こうシールと、あと取扱説明書が入ってるやつなんですけれど、まあ、それを、3000円で買いました。で、もう2つはですね、駿河屋さんで1つ買ったのと、裸です。これ駿河屋さんですね。これが駿河屋さんで買ったやつ。で、もう一つが、どっかの知らない、ヤフー、あ、じゃあ、アマゾンの、なんだっけ。アマゾンの、マーケットプレイスで買いました。で、どちらも2000円ぐらいで、購入したやつですね。それをですね、どれが入ってるかね、見ていこうと思います。はい。本来は、ウィザードリー 1-3 を狙ってたんですけど、多分入ってないと思いますが、入ってたら、大喜びするでしょう。ということで、起動をしていきたいと思います。それではまずこれ、トラキア776入り。ポチッ。ポカーン。お？これは？なんでしょうか？じゃん！ファイアーエンブレムのトラキア776でした。ちなみに、ファイアーエンブレムではなく、ファイアーエムブレムと言わないと怒る民がいるので、先ほども間違えましたが、訂正をしておきます。ファイアーエム。はい、ということでね、こちらのソフトはファイアーエムブレムでしたね。はい。それでは、残りの2つのソフトを、こちら、を、じゃあ、まずこちらね。謎の、確か1800円か、そんぐらいで購入した、どこかの、Amazon の、なんだっけ。忘れました。そこで購入したやつです。じゃあ、起動していきましょう。はい！お？な、あー！新、麻雀？麻雀とか外れだろ、絶対。絶対外れだろ、これ。うわぁ、何これ。コナミの、麻雀。うわぁ、絶対クソゲーだ、これ。ギャコイチューって何なんだ、これ。ギャコイチューって何だよ。はい。ということで、クソゲーですね。多分、クソゲーです。ということで、クソゲーでした。これは、もう、捨てましょう。ね。ということで、こちらが、じゃーん。こちら、駿河屋で購入しました。2000円ぐらいで。これ、駿河屋さんなんで。お願いします、駿河屋さん。頼む！駿河屋さん。ファイアーエンブレムかよ。はい、ファイアーエンブレム。またしても、ファイアーエンブレムが大当たりですね。はい。でも、ファイアーエンブレムも割と高い値段で、まあ、だいたいヤフオクで2500円ぐらいで、売られてるので、まあ、そこそこ、いいんではありましょうか。わかりません。ね。で、市場価格を、見てみましょう。もしかしたら、さっきの新麻雀とかいうやつが、バカ高値で、取引、新、麻雀。もしかしたら、クソ、高値で、売られていない！
なんとこちら、中古で330円。ね。そもそも別の、媒体でちゃんとね、スーファミのね、カセットとして存在するソフトでした。はい、ゴミ。完全にゴミ。これもう捨ててもいいレベルですね。もうヤフオクで捨てましょう。俺も麻雀ちなみに全くわかりませんのでね。ルールすらわかりませんので、はい。もうさっぱりわからないので、もういいです。これはもうゴミとして、売っ払いましょう。ヤフオクで売っ払いましょう。ということで、今回は、1800円で、購入した SF メモリが、トラキア776だったという、ファイアーエムブレムだったという、ちょっと当たりでしたね。うん。まあ、ウィザードリー1,2,3欲しかったんすけど、まあ、さすがにねっていう感じでしょうかね。ということでご視聴ありがとうございました。